出身のプロボクサー。ニューサウスウェールズ州出身。元オーストラリア公認世界ミドル級チャンピオン。将来を職望されながら創生した天才ボクサー。鍛冶屋の徒弟をしていたが、15歳でプロ入り。その今日だと、シャープなボクシングで頭角を表し、1915年、19歳で、技巧派の強豪ジェフ・スミスに2回反則勝ち。 オーストラリア公認世界ミドル級チャンピオンとなった。元王者のエディ・マグーティ、ミック・キング、ジョージ・チップラを相手に王座を8度防衛。アメリカ合衆国のプロモーター、テックス・リカードが、ダーシーの強さに目をつけ、アメリカに呼び寄せようとしたが、折り足く、第一次世界大戦が勃発する。ダーシーの元にも、招集令状が届くが、アメリカ進出を諦めきれないダーシーはこれを無視。 貨物船でアメリカへ密入国した。しかし、到着直後にアメリカ当局に拘束され、テネシー州軍に強制的に入隊させられた。事実上ボクシングのできない状態に追い込まれたダーシーは、健康を損ね、極度の神経衰弱と発熱で死去した。ボクシングの中心地アメリカで活躍できなかったため、マイナーな世界王者に終わったが、その素晴らしい戦績と、 また早すぎた死を痛む念もあってか、ミドル級最強の王者の一人と評する指揮者もいる。アメリカのリングマガジン編集長であったナットフライシャーは、ミドル級のオールタイムランキングで、ダーシーを第8位に上げている。50戦46勝4敗。ありがとうございます。